の進行具合によってどの薬を購入するかは変わります。程度のニキビの時はドラッグストアなどで気軽に購入できる市販薬はメリットがあります。デメリットとしてはっていうことです。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。このチャンネルはニキビ、ニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。本日お話しする内容はニキビの市販薬の塗り薬について、市販薬を選ぶポイント、クレアラシル、エスカメル、ペアアクネクリーム、アクネージュ、メンソレータムアクネス、市販薬と処方薬のメリットとデメリットについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ニキビのお薬について詳しくなれると思います。よく、ニキビって保険で治るの？ピーリングとか自費の治療だけだと思ってたとおっしゃる方がおられますが、違います。ニキビは健康保険の3割治療、あとは子供の医療所がある方はまあ無料で治療できます。多くの患者さんが SNS や美容雑誌の影響で市販の化粧品をドラッグストアで購入したり、治らない時に美容専門のクリニックに行く方がいらっしゃいます。一昔前は保険治療で抗生剤しかなかったから、炎症のある赤いニキビは治ってもニキビの原因である毛穴の詰まりを取り除くことはできませんでした。なので再発を防ぐってことが難しかったんです。でも毛穴の詰まりを取り除くリフェリンゲルというお薬が2008年に保険適用になって、2015年になるとベピオゲルがさらに保険適用の処方薬になりました。これによってニキビをできにくくする毛穴の詰まりを取るピーリングのお薬が保険で処方できるようになりました。このピーリングの薬は抗生剤とは違って耐性菌の心配がないので、長く使ってニキビをできにくい状態に保つことができます。保険でニキビ治療ができることを知らない方が多くて、保険でこんなに綺麗になるって知らなかったとおっしゃる方が多いのです。本当は皮膚科で処方した方が治りも早いですし、その方に応じて薬を変えていきますが、でもやっぱり忙しくて病院に来れないって方もいらっしゃるので、市販のニキビ薬の効果やお値段についても一度ご説明したいと思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。まずはニキビの進行具合によってどの薬を購入するかは変わります。白ニキビと赤ニキビ両方ある人もいらっしゃいますので、ニキビの状態は一つではないので、部位によってケア商品を変えることも大切です。白ニキビっていうのはニキビの初期で毛穴が詰まっていて、触るとなんかザラザラしてます。ニキビ菌の増殖による炎症にはまだ至っていません。黒ニキビは白ニキビの毛穴が開いて詰まった皮脂が酸化して黒く脱色した状態です。この白ニキビ、黒ニキビの時は硫黄が入ったものがいいですね。硫黄には角質を柔らかくして皮脂を取り除くという効果があります。ただ硫黄は匂いもありますので、苦手や敏感な方は硫黄が入っていないものを選びましょう。あとは殺菌成分のあるレゾルシン、イソプロピルメチルフェノール、クロルヘキシジンなんかも効果を期待できます。赤ニキビっていうのはその名の通り赤くなっているニキビなんですが、ニキビ菌が皮脂を餌にして増えていって炎症が起こった状態です。黄色ニキビっていうのは赤ニキビが進行してしまった状態で黄色い膿を持っています。赤ニキビや黄色ニキビの時は炎症が起こっているので、炎症を抑える作用のあるイブプロフェンピコノールとかアラントイン、グリチルリチン酸、ニカリウムのいずれかが含まれているものを選びましょう。クレアラシル、これ有名ですよね。クレアラシルは有効成分が角質を柔らかくする硫黄が 3%、 殺菌作用のレゾルシンが 2%、 炎症を抑えるグリチルリチン酸、ニカリウム 0.5%、 血行を良くするビタミン E のトコフェノール、酢酸エステル 0.5% が入っています。クレアラシルには白色タイプと肌色タイプがあって、有効成分は同じなんですが、メイクで隠したいって方は肌色タイプを使った方が目立たないです。メイクで隠してもいいんですけれども、たまにメイクを落としきれずに毛穴が詰まったままになっている方がいらっしゃいます。メイクを落としきれないと毛穴が詰まってニキビが悪化しますので、
ここはご注意ください。次に、佐藤製薬の S カメル。これは 15g で1026円。S カメルは有効成分が角質を柔らかくする硫黄が 8%、あと殺菌成分のリゾルシンが 2% 入っています。次は外来でよく患者様がこれを使ってますっておっしゃる方が多いのが、ペアアクネクリーム W。これ 14g で950円です。ペアアクネクリームは殺菌成分のあるイソプロピルメチルフェノールが 0.3%、炎症を抑える作用のあるイブプロフェンピコノールが 3% 入っています。ペアアクネクリームは指に出した時は白色なんですけど、肌に伸ばすと透明になります。あとは産業ヘルスケアさんのマキロンアクネージュ 18g 1320円。殺菌作用のあるベンゼトニウム塩化物 0.05%、炎症を抑える作用のあるイブプロフェンピコノール 3%、血行を良くするビタミン E のトコフェノール、酢酸エステルが 0.5% が入っています。これもペアアクネクリームダブルと同じに、肌に伸ばすと透明になりますので、その上からメイクもできます。あとロート製薬さんのメンソレータムアクネス 18g 1210円。これは角質を柔らかくする硫黄が 3%、殺菌成分のあるリゾルシンが 2%、炎症を抑えるグリチルリチン酸が 0.3%、血行を良くするビタミン E のトクヘノール、酢酸エステルが 0.5% 入っています。このように大体の成分は殺菌成分、抗炎症作用、血行促進成分のトリプル処方がされていて、1本1000円くらいのお値段で購入することができます。もし市販薬を使用される場合は、ご自身のニキビの症状に合ったものを選ぶ必要がありますので、ドラッグストアにいらっしゃる薬剤師さんに相談するとかして選ぶようになさってみてください。市販薬と処方薬ってどっちがお得なんでしょうか？市販薬は肌の状態を整えてニキビの改善を促すのにとどまります。わざわざ病院に行くまでもない軽度なニキビの時は、ドラッグストアなどで気軽に購入できる市販薬はメリットがあります。デメリットとしては、市販薬はどんな人が使っても安全であることが重要視されているので、薬の有効成分の含有量は少し少なめになっているものが多くて、初期とか軽症の段階で使用する目的で作られているため、効能がちょっぴり弱いっていうことです。一方で、クリニックで処方されているお薬は、抗生剤でアクネ菌の増殖を抑えて、ニキビの炎症を改善します。あと、一番の大きな違いは、市販薬の使用は少しでも改善を早めるためのケアであるのに対して、処方薬のリフェリンゲル、エプリオゲルは、ニキビの原因の毛穴の詰まりにアプローチした根本的な治療と言えます。クリニックに行くのは手間ではあるかもしれませんが、3割負担だとリフェリンは370円、エピオは470円。エピデオは550円ぐらいで、診察料を含めても市販薬とそんなに差はありません。あと、県によっては保険治療がお子さんは無料になる地域もありますので、市販薬よりお得です。市販薬でニキビがすっきり治らないって方は、お近くの皮膚科を受診なさってみてくださいね。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日はニキビの市販薬の塗り薬について、市販薬を選ぶポイント、フレアラシル、エスカメル、ペアアクネクリーム、アクネージュ、メンソレータムアクネス、市販薬と処方薬のメリットとデメリットについて皆さんにお話をさせていただきました。いかがでしょうか？ニキビのお薬について詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方はコメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画配信の励みになりますのでとても嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた。次回の動画でお会いしましょう。